9月24日に行われたラリーガの第6節で、好調の久保建英を擁するレアル・ソシエダはヘタフェと対戦。壮絶な打ち合いの末に、4対3で勝利を収めた。かつてレンタルでプレーした古巣とのホームゲームで、久保はいきなり結果を残す。開始2分、ペナルティエリア内の右サイドでパスを受けると、得意の左足でダイレクトシュート。鮮やかに先制点を叩き込んでみせた。スペインメディア、フットボールファンタジーによれば、ソシエダのイマノル・アルグアシル監督は試合後、リーガでは6戦4発となった久保について、彼はワンランク上になった、と賛辞を送っている。私が言えるのは、とても素晴らしいということ。何か新しいことを言っているわけではない。そして、それは私の功績ではなく、彼の功績だということだ。ただ指揮官の要求は高い。私が望んでいるのは、彼のゴールを決める確率がさらに高まっていくことだ。明らかな決定機を外したときは許せないが、それは彼だけではなく、アンデル、バレネチェア、フォワード陣、2列目から入ってくる選手たちも同様だ、と続けている。いずれにしても、今や14番がソシエダのエースであるのは間違いない。厚生黒丸サッカーダイジェストウェブ編集部。